自然の力で環境に優しいエネルギーを生み出す。大地から吹き出す蒸気で発電しています。このエネルギーを無駄にしないためにも設備の点検は欠かせないんです。ここは1年を通していい風が吹くんです。使わないともったいないですよね。間伐で切り倒された木々をチップにして燃料にしています。森林の保全にも役立っているんですよ。上椎葉発電所は約70年前から水の力で発電をしています。高い場所での点検もこの発電所を守り続けるためなんです。できることは全部やる。九州の資源を一つも無駄にするものか。未来に全力、ずっと先まで明るくしたい。宮殿グループ。